夫ー四世、夫ー四世、夫ー四、1175年から1218年5月19日は、ローマ王、在位、1198年から1215年及び、イタリア王、在位、1208年から1215年、並びに、中世西,西ヨーロッパのローマ皇帝、在位、1209年から1215年、1215年に配位された。 バイエルン皇権ク選公ハインリヒ3世、ハインリヒ思考と、イングランド王ヘンリー2世の娘、マティルダの次男。ライン宮中博ハインリヒ5世の弟、リューネブルク公、ビルヘルムの2位。ベルフケ唯一のローマ皇帝であり、1210年にローマ教皇インノケンティウス3世から破門を宣告された。1214年のブービーヌの戦いで敗れた後に、 夫を四世は定位を断念し、ベルフケと敵対するシュタウフェンケのフリードリヒ二世が、新たなローマ皇帝となった。夫を四世は、ザクセン公、ハインリヒシ公とその妻、マティルダの三人目の子供として生まれるが、資料から、夫の正確な出生地を知ることはできない。1八8二年七月末に、シュタウフェンケ出身の新生ローマ皇帝フリードリヒ一世から、 国外追放を宣告された父ハインリヒに伴われ、イングランドに旅立った。母方の祖父である、ヘンリー二世が統治するイングランドで幼少期を過ごした。夫を養育していたイングランド王リチャード一世は、夫とスコットランド王ウィリアム一世の王女、マーガレットとの結婚を取り決めた。1194年2月、神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世に捕らえられた、リチャード一世は、 釈放の条件として、身の白金などを支払い、その際に夫と彼の弟ビルヘルムは人質とて、ハイン・リヒロクセイの元に預けられた。同年末に、夫たちは解放され、イングランドに帰還する。1196年に夫は、ポワ・トゥー・ハクに助任され、リチャードが実施した、対フランス戦争には、お、も従軍した。1197年に、ハイン・リヒロクセイが没した後、 ハインリヒ六世の弟シュバーベンコウフィリップは大多数の諸侯から金銭と引き換えにローマ王ドイツ君主即位の指示を取り付けた。シュタウフェン家に敵対する諸侯はベルフ家の人間をローマ王に擁立しようと試みたが、ハインリヒ志向のこの中で最年長のハインリヒは十字軍に参加してローマ帝国に不在であったため、弟の夫がフィリップの対立王に選ばれた。 ハンシュタウフェン家の立場を取るケルン大司教アドルフはライン地方の諸公に働きかけてオットーを擁立し、1198年6月9日にベルフ家の支持者によってローマ王に擁立された。同年7月12日、オットーはアーヘンでケルン大司教アドルフより退官される。聖職者のうちケルン大司教のみがローマ王冠を退官できる権限を有しており、退官式は 夫の即位の正当性を証明する象徴として、重要な意味を持っていた。しかし、定権を示す表彰は、シュタウヘンケが所有していたため、大冠式では模造品の表彰で代用された。夫は養育者である、イングランド王リチャード1世の支援を受け、シュバーベン公フィリップは、フランス王フィリップ2世と同盟していたため、夫の即位は、イングランドとフランスのと、を引き起こした。 一方、教皇庁は一人の君主の下で、ローマ帝国と南イタリアのシチリア王国が統合されている状況が続いていることを憂い、ローマ帝国とシチリアの分離、中部イタリアにおける教皇権の回復を図っていた。教皇インノケンティウス三世は、帝国の混乱に乗じ、アンコーナ、スポレート、ペルージャなどのイタリアの都市からハインリヒ六世によって、 廃じれた帝国の不審を追放することに成功した。帝国の帝身の追放と並行して、インノケンティウス三世は、トスカーナで形成された、反帝国の都市同盟、リーグオブサンゲネシオを支持し、同盟は、教皇の保護下に置かれた。インノケンティウス三世は、貧しく支持者の少ない夫は、教会の区靴に適した人物と考え、彼を国王候補に選んだ。 インノケンティウス三世は、教皇が持つ皇帝候補の的確性の審査権を主張して、国王選挙に介入し、1201年3月にインノケンティウス三世は夫を唯一の正当なローマ王として認め、ローマ王選挙における教皇の介入の先例を作った。教皇からの支援の見返りとして、同年6月8日に夫は、中部イタリアにおける教会の権利の保障。 シチリア王国に対する教皇の風主権の承認、イタリア政策における教皇の意向の尊重を約束した。ボヘミア王オタカル一世は当初シュバーベン公フィリップを支持していたが、オットーはボヘミアからの支持も取り付けることができた。また、デンマーク王バルデマー二世からの支持も、オットーの正当性をより強固なものにしていた。しかし、 シュバーベ弁公フィリップは、夫の支持者との戦闘で勝利を重ね、1204年には、ケルン大司教から、ローマ王冠を退官された。同年に、イングランドがフランスとの戦闘に敗れたため、イングランドからの資金援助を断たれた夫は苦境に、陥り、兄のハインリヒを含めた多くの諸侯がフィリップに、味方した。1206年7月27日にーは、近郊の戦いで、 フィリップの軍に敗れて負傷し、強行庁も内戦で優位に立つフィリップの指示に回った。フィリップは事実上のローマ王となり、オットーはブラウンシュバイク近郊の居城に退去を余儀なくされた。インノケンティウス3世の仲介で、オットーとフィリップはケルンで交渉を行い、フィリップはオットーにローマ王位請求権の放棄と引き換えに、フィリップの娘ベアトリクスとの結婚、シュバーベン皇位。ホークライ 莫大な保証金の支払いを提示した。夫はフィリップの提案を拒否し、再び内戦が勃発しようとしていたが、1208年6月8日に、フィリップは個人的な陰婚が原因で暗殺される。フィリップの死後、夫はシュタウフェンケとの関係を改善してベアトリックスと結婚するが、フィリップの医療であるシュバーベン地方の人間は、ザクセン地方出身の夫を、 よそ者認識していた。フィリップの暗殺後に、インロケンティウス三世は、帝国諸公に、オットーの指示を呼びかけ、長く続く内戦に疲弊した諸公たちは、オットーの即位に同意した。1208年11月11日に、フランクフルトで行われた、皇帝選挙において、オットーは、定位の世襲を行わないことを宣言し、選定公全員からの指示を得た。 インノケンティウス三世とも和解を果たした夫は、ローマ皇帝への即位の準備に取り掛かった。1208年に夫は、ベローナ、モデナ、ボローニャを経由して、ミラノに到着し、同地で、ロンバルディアの鉄王館を退官され、イタリア王の称号を帯びた。1209年3月に夫は、シュパイアーデイカの事故を記した、特許状を発布し、インノケンティウス三世に対して、 教皇の権威に服することを制約した。オッーは、ビテルボで、インノケンティウス三世と面会し、1209年10月21日に、オッーは、サンピエトロ大聖堂で、ローマ皇帝に退官されたが、退官式を前にして、ローマではオッーを追放する棒が起きていた。即位前に教皇と交わした数々の制約を遵守する、医師は、オッーにはおそらく皆無であった。 ローマを経ったオットーは北に進み、11月20日にピサに到達する。ピサで出会ったら、シチリア王国に侵入するアプーリアの封建貴族からの嘆願を受けて、オットーはシチリア遠征を決定する。アンコーナとスポレートからは、教皇の軍隊が追放され、二つの町は帝国の領地として編入された。そして、オットーは、ハインリヒロクセイの維持である。 シチリアをフリードリヒ二世に侵入を誓うことを、旧、フリードリヒが要求を拒むと彼に、領地の没収を宣告した。オッーは、ローマに侵軍し、インノケンテウス三世に、ボルムス協約の取り消しと聖職者の助任権の付与を要求した。1210年11月にオッーは、フリードリヒ二世が支配するシチリア王国の遠征に、向かう。インノケンテウス世は、 オットーの振る舞いに激怒し、11月18日にオットーに波紋を宣告した。シチリア遠征が実施された頃、ローマ帝国の諸侯たちはよりオットーへの不満を募らせていた。抗争の間も、教皇側から交渉の申し出があったが、勝利を確信していたオットーは、妥協を示さず、インノケンテウス3世は、反、ベルフ派の諸侯に、新たなローマ王の選出を認める。1211年、 オットーが、マインツ大司教、マクデブルク大司教らの諸侯と共に、南イタリアに駐屯していた頃、インドケンティウス三世の承認と、フランス王フィリップ二世の支援を受けた諸侯が、ニュルンベルクで、フリードリヒ二世を新たなローマ王に選出した。オットーは、旧地から脱するため、イタリアから帰国する。帰国したオットーは、ローマの諸行と、抗議聖職者の多くが自分を敵視し、 イタリアにいたはずのフリードリヒが警戒網をくぐり抜けてアルプ山脈を越えてコンスタンツに到着したことを知った。オットーがイタリアから帰国して間もなくベアトリクスが母子、フリードリヒ二世がローマ帝国へ来ることを知ったバイエルンシュバーベの重子たちはオットーの元から離れていった。1212 12年12月5日、多数の選定から支持されたフリードリヒ世は改めて ローマ王に選出される。ローマ王位をめぐるオットーとフリードリヒ2世の争いは、膠着し、オットーとフリードリヒの内戦は二人の背後にいる、フランス王フィリップ2世とオットーの叔父でもある、イングランド王ジョンとの席にも影響を及ぼした。1213年のイングランドによる、フランス艦隊の撃破はジョンが、フランス遠征の準備の始まりであり、オットーは、 フランス内のフリードリヒ2世の支持者を攻撃し、自らの威信を高めていた。1214年2月、ロワール川を渡るジョンと交応したオットーが、フランドル地方に進軍し、フランドルハク・フェランと合流して、フィリップ2世を攻撃する計画が立てられた。オットーは、フェランの支配下に置かれている、エノー地方のバランシエンヌ城に入り、イングランドから派遣された、騎士、戦士を加えて、 フランスに進軍した。1214年7月27日に、ブービーヌで、オットー、ジョンラの連合軍と、フランス軍が激突し、戦闘は、フランス軍の勝利に終わった、ブービーヌの戦い。オットーは戦闘中に、フランスのピエール・モーボワザン、ジラール・ラト・ルイラに肉迫され、乗馬が負傷したために逃走したと伝えられている。ブービーヌの敗戦により、 ローマ王位をめぐるオットーの敗北が決定づけられた。また、この戦闘で、ローマ帝国を象徴する、金色の和紙は、フランス軍の手に渡り、フィリップ2世からフリードリヒ2世に送られたと、言われている。1215年の第4ラテラン公会議の開催前、ミラノから派遣されたオットーの死者は波紋の会場を嘆願した。死者はオットーが罪を介護していることを弁明し、 強皇に一切の服従を誓うことを約束したが、インドケンティウス三世は、フリードリヒ二世を新たなローマ王にすることを決めていた。1215年、オットーは、ローマ皇帝位を断念する。ブービーヌで敗れたオットーは、本拠地であるブラウンシュバイクへの撤退を余儀なくされ、フリードリヒ二世は、アーヘンとケルンを獲得した。以降、オットーは没するまでブラウンシュバイクから出ることは、 ほとんどなかった。千二百十八年五月十九日にで、オットーは赤里により死去、死の間際に波紋の解除を懇願した。オットーの遺体はに埋葬された。オットー四世は頑強な長身の太鼓を持つ、強情かつ傲慢な性格の人物と伝えられている。ウルスベルクの年代記においては、傲慢で愚かだが、勇敢さを持った人物と述べられている。ミンネゼンガー、 銀融詩人のバルター・ホンデア・フォーゲル・バイでは、彼が自分の背丈ほどの寛大さを持っていれば、より多くの美徳が備わっていただろうにと揶揄した。また、隣職とも言えるほどの賢約家だと伝えられている。オットーは、ベアトリックス死去後の1214年4月19日に、ブラバント公、アンリ一世の娘マリアと再婚するが、二度の結婚で、子がなかったため、 おいの夫を一世が色をついで、ブラウンシュバイクイコールリーネブルク家の祖となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。